福岡県道23号久留米柳川線は、福岡県久留米市から柳川市に至る県道である。久留米市中心部の本町交差点を起点に、西鉄天神大牟田線と、並行して南西に下り、久留米市内の旧安武村、旧大前寺町、旧水間町行き、大木町を通って、柳川市に至る県道である。久留米市中心部の本町交差点から、 平島交差点までは4車線、他は2車線の道路だが、久留米市と柳川市を直線的に縦断する県道であるため、交通量は多い。起点から本町4丁目交差点までは、国道264号バイパスと重複している。終点も柳川市の中心部にある、別名田中街道、久留米柳川王冠。柳川県道という愛称があり、一部の案内標識において、 柳川県道と案内している箇所が存在する。ほぼ全線で、西鉄天神大牟田線と並走する。久留米市本町交差点より南西に下り、久留米市津福、本町の平島交差点で右折し、九州新幹線の高架橋と鹿児島本線の橋桁の下を通る。この橋桁は少し低くなっており、大雨時等に冠水する恐れがある。そのため、 駄下,下を通る前に冠水情報の標識がある。また、高さ制限があり3.8メートル以上の高さの、車は通行できない。橋桁を通り抜けた先で、左カーブして、再び南西に進み、津福駅口交差点より、西鉄天神大牟田線の西側を堂線に、並行して通る。旧水間町及び大木町の中心部を通り、柳川市三橋町柳川で、 西鉄天神大牟田線と離れて南側に向きを変え、柳川市中心部の辻町交差点で終点となる。久留米市本町。写真奥が起点側、手前が柳川側。ありがとうございます。